左側の細長い海域が、航海航海は、アフリカ東北部とアラビア半島とに挟まれた湾である。長さ 2,250km、幅最大 355km、面積43万8,000平方 km、平均水深 491m、最深部 2,211m。海水は、強い蒸発作用、流入河川なし、インド洋との限られた循環などにより、 塩分濃度は3.6%から3.8%と高い。北部には市内半島があり、チラン海峡を通じて赤羽湾とつながっている。また北西部にはスエズ湾があり、スエズ湾はスエズ運河を経て地中海とつながっているほか、南部はバブエルマンデブ海峡を経てアデン湾とつながっている。同海峡は国際海峡である。域内には 大きな当初はなく、沿岸部に小当初が数多くある。エリトリアのダフラック諸島、サウジアラビアのファラサン諸島、イエメンのカマラン島などがある。2011年12月から2012年1月に、かけ、イエメン沖のズバイル諸島で、海底火山の活動によって、新しい島が生まれた。国際水路機関は、航海の境界を以下のように定めている。 目立った河川が流れ込んでいないこともあり、海水の透明度が高く、200種ものサンゴが生息するなど固有種も多いことからダイバーにとって憧れの対象である。とりわけ、エジプトがその経済的温恵を享受している。海水の表面温度は夏には34度 C に達するが、サンゴの発火が見られないのは熱を吸収する、藻類によると考えられる。 海水の蒸発が激しいため、塩分濃度は40パーミルと、世界平均35パーミルより高い。目立った海流は存在しない。スウェズ湾付近では、北西の風が卓越するが、航海南部では季節により変わる。航海の海水は、決して赤くはない。航海はギリシャ語のエリュトゥラー海の直訳で、赤いという言われには、諸説ある。一説には、 昔方角を色分けして考えたため、南を表す赤となった。ヘロドトスも赤い海と南の海を交互に使った。また、エジプトの砂漠を赤い大地といったことがあり、その大地の海という意味、などである。推進図公開は、地球の裂け目、地高帯に海水が溜まった場所である。アフリカプレートとアラビアプレートが、私深夜に裂け始め、現在も拡大している。 マントルからのマグマ上昇によって海底火山がいくつも島を形成し、その一つ、リチャード・エー・ロベット、航海に新島、新たな観光地に、ナショナルジオグラフィック・ニュース。 http://natgeo.nikkeibp.co.jp/.nng/.article/.news/.14/.5511/.2016 年6月14日閲覧。Limits of Oceans and Seas, 3rd Edition.International Hydrographic Organization, 2018年1月1日、閲覧。 ありがとうございます。